鈴木のびきです。よろしくお願いします。そうですね、お話しいただいた時はまだ原作の漫画を読んでいなくて、読ませてもらったんですけど、すごく非現実的なんですけども、エンターテインメントな作品としてはすごく面白いものに出来上がりそうだなと思ったのでやらせてもらおうと決めました。戦いもすごく時代をタイムスリップして現代のスポーツ強豪校のそれぞれの部活の特技を駆使しながら戦国時代にタイムスリップして戦うんですけど、そこがすごく見どころの一つになってるんじゃないかなと思います。はい、どれも印象的なんですけど、映画見てもらったら分かると思うんですけど、一回その時代がタイムスリップしてしまってすぐ後に体育館に全員が集まるシーンがあるんですけど、そこがクランクイン初日のシーンで、テストを本番行く前にテストっていうのがあるんですけど、そこで20回ぐらいテストを監督がしてくださって、みんなそれぞれ自分の役も深めつつ、そして共演者の役柄もお互いにこう共有していくみたいな時間にしてもらったので、なんかそこはすごく思い入れが強いかなと思います。はい、僕はこのブレイブ群青戦記の撮影前に戻りたいなと思います。理由はすごく楽しい撮影でして、同世代が集まって、そしてコロナ前だったのでみんなでご飯行ったりする機会があったんですけど、本当に20何人いるキャストが全員揃うっていう日が多々ありまして、全然約束もしてなかったのに、今日午前中で終わるから午後空いてる人だけで集まろうってマケンが声かけてくださったんですけど、そこでもみんなが集まったりして、でそういうところからコミュニケーションがどんどん膨らんでって、すごくいいチームワークと絆が生まれて、作品に挑めたかなと思ってます。はい、僕はずっと小学校1年生から中学の2年生まで野球をずっと続けてたので、やっぱ野球の思い入れが強いですね。坊主頭で河川敷で白球を追いかけて、野球がやっぱり一番思い出深いかなと思います。結構びっしり油断してました。1枚目のカンペのところが下が余白があったんですよ、質問文の。だから余白があるってことはこれで最後かなと思ったら、2枚目でびっしり来ましたね、これ下まで。いやー、これはですね、科学部ですね。科学を駆使した戦い方したいですね。あと接敵、近い距離で剣を切り合ったりっていうことが科学の力ではなくて済むので、自分の命も守れるかなと思うので、科学部で戦いたいですね。どんな戦略か、なんかやっぱり化学兵器みたいなものを使いたいですね。例えばなんかこう混ぜたら危険な化学物質ってあるじゃないですか。あれをもうすごく混ぜて相手にこうバッと投げるとか、なんかそういう、ちょっと卑怯にはなってしまいますけど、実際ね、本当に戦国時代にタイムスリップしたらやっぱりやるかやられるかの世界だと思うので、僕はちょっと化学の力を駆使して戦いたいなと思います。いや、やっぱり今生まれてよかったなって思うのは、やっぱり切り合ってるような世の中ではなくて、毎日安心して寝れて、美味しいご飯が食べれて、生活ができるってことはやっぱ何より生きていく上で大切なことなので、その点に関しては本当に今の日本に生まれてよかったなと
思います。くだらない点、今生まれてくだらない点、くだらない点か、難しいですね。ないかな。やっぱり、まあ、比べるのも良くないですけど、やっぱり戦国時代に生まれてたら、やっぱ大変なことはたくさんあった気がするので、くだらない点はないですね。本当に今このご時世で生きてこれてよかったなと思います。結構僕人の目って見るんですけど、なんだろう、やっぱりなんか真剣に何かに向き合って一生懸命やってる人の目ってすごく素敵だなと思いますし、今回の作品で言うと、それぞれが本当に人のために、あの、命を使ってても、あの、人を思って人のために行動している瞬間が多々あって、そういう時のそれぞれの目みたいなものはすごく輝いてるし、なんか素敵だなって思いますね。でいい目をしている人は、もうこれは映画の中に出てくる登場人物たちですね。あの、高校生で右も左も分からず自分で何かを判断するってこともまだ少ない中、タイムスリップしていろんな非現実的なことに直面するんですけど、その中でこう短い時間の中で必死に模索しながら協力し合っていく、それぞれの目はすごく注目していただきたいです。これ難しいですね。自分を信じる、確かになんか例えば作品もそうですけど、たくさん台本を読んでたくさん準備をして挑んだ作品の方が自分のことを信じれてるなって思う瞬間ってあって、だからやっぱりその、なんだろう、自分がやりたいこととか目の前にあることに一生懸命あの進んでいく、努力していくってことが、まあ、自分を信じることにつながっていくのかなと。また自分を信じ守りたいと思う大切な人はいますか？友達とかですかね、家族とかなんかあった時に少しでも力になれる人にはなりたいですね。台本をもらってやっぱり役を演じている時ですかね。見てくださる視聴者の方々がどうやったら感情移入してくれるかなとか、どうやったらそういうシーンに見てもらえるかなってことを想像しながら、そこに向かっている時は一生懸命なのかなと思います。まあ、プライベートだと結構僕サウナが好きなので、サウナの本読んだり、なんかサウナの新しいサウナの場所ができたとかっていう時は結構食い入るように聞いたり見たりしてるかもしれない。未来はやっぱりその若い子供たちがどん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 なんか明るく過ごしていける未来になっていってほしいですね。まあでもその瞬間瞬間、その時代時代をやっぱり一生懸命生きていくってことが未来の方々につながっていくことなのかなと思います。はい、はい、ブレイブ群青戦記が3月の12日から公開になります。人が人を思って人のために行動している姿がすごく眩しくて、そこにすごく心を打たれながらそれでも時代に立ち向かっていく姿が本当に儚くもあり、あの、眩しかったり、なんか青春だったなと思う瞬間だったり、いろんな瞬間がこの映画の中に切り取られているので、ぜひ大きい映画のスクリーン